黙え見ろ。しまった、宝物が。今だ。この野郎まだくたばってねえのか。命の光が消えるまでは貴様たち悪党の思い通りにはさせん。シャラクティー、ジェットブーメラー。やった、おのれ、宝物が壊れてしまっては。エクスカイザー、勝負はこの次だ。大丈夫だったかい？うん。でも。ああ。私の名はエクスカイザー。君は？僕、星川コータ。エクスカイザーって一体？コータか。大丈夫か？コータ君、今は詳しい話をしている時間はない。私のことはしばらく君の胸にしまっておいてくれたまえ。え？つまり私のことは君と私だけの秘密ということだ。ちょっとコータ君。コータ君、大丈夫？僕なら大丈夫だよ。コータ君、あのロボットはどこへ行った？え、どっかへ消えちゃった。消えた？この穴の中に消えたのか？一体何があったんだ？わあ、編集長、特ダネですよ。2体のロボットが現れて消えたんです。なんだと？ロボット？恐竜が動いてロボットが出たんです。何を言っとるのかよくわからんぞ。いや、ですから。パパ！ああ、コータ。何かあったのか？何があったって。編集長、だからですね。恐竜がロボットにその、盗まれたというか。写真は撮ったのか？それが、カメラが壊れてまして。バカモーン！お前は何年新聞記者をやっとるんだ！あれ？編集長の車、どうしてこんなところにあるんでしょうね。クーラー、ごまかしな！コータくん、本当に大丈夫？平気平気。あ、コータくん、きっとおじいちゃんのカメラが引き合わせてくれたんだ。新しい友達に。新幹線、エクスカイザーの仲間なの？
次回「勇者 X カイザーリニアモーターカーを助けて」君んちにも宇宙人いる？